読売ジャイアンツ対埼玉西武ライオンズ。バッターボックスには田中が入ります。さあワンアウトになりましたが、一打先制のチャンス、まあ、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですね。痛烈、これはセカンドライナー、ツーアウトランナー二塁となりました。この場面で打席には田中が入っています。まあ、チームとしては期待できるバッターですからね。さあアウトカウントが1つ、ジャストミート抜けた、セカンドランナー帰れば先制、ライト前ヒット。さあチャンスを広げていきます。ミスター、打順は1番に帰ります。バッター木尻沢、ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。打ちました、セカンド、おっと送球がそれた、一塁はセーフ、記録はエラーということになりました。試合を制したのは読売ジャイアンツです。